なんだ、強い陽キャ。確かに強そうな、ドキュン系だな、こいつは。はい、どうも、こんにちは、こんばんは。ライです。というわけで、今回はこちらの、コミュ障 RPG。こちらのゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、なんか全員がコミュ障な、もう登場する人物が全員コミュ障なゲームということで、もう早速やっていきたいと思います。それです。逃げ。お、誰だ？お前は。なんだ？あ、待って、もしかして、このナレーターすら、コミュ障ってこと？ちゃんと喋ってくれ。頼む、ナレーターはまともになってくれ。はぁ、しっかり深呼吸してな。よし、私ならできる。自信を持って、そうだ、頑張れ。いけるぞ、お前ならいけるよ。松岡修造みたいになっちゃうけど。いいよ、ゆっくりでいいかんね。昔、魔王が、何もわからんけど、まあ、ゆっくり行こうな。そうだな。それで、世界を、ん？何？世界をどうしてほしいの？ん？ん？コミュニキューションに愛。ああ、私ただ大事なところに噛んじゃった。もういや、この仕事辞めたい。どんだけ？そんな追い込まれたんか。ごめんな。大体お父さんとお母さんが毎晩遊び歩いてなかったら、私がこんな仕事しなくて済むのに。ああ、もう、寝てしようかな。学校も行きたくないし、あ、学生さんなんだね。まさかのこのナレーターさん学生さんなんだ。頑張ってるな。え？ごめんなさい。ずっと独り言。やだ、恥ずかしい。とりあえず、魔王がいます。やった！最後まで言えた。これで今週分のご飯代稼げた。俺は何をすればいいんだ？魔王がいますって言われただけだぞ。お城、お前そこまで、そこもコミュ障なんかい。王様？勇者かな？誰か喋れ。なんで王様を喋んねんだよ。王様、頑張って。あれ待って、今気づいてくださ。なんか、なんで？ここになんで王様いるの？端っこに王様がいるんだけど、どういうことだ？なんだ？何？ちゃんと喋ってな。お前はいつまで喋ったんじゃ。なんか喋れ。勇者さん？何も喋んねえね、お互い。あれ、知ってる？あれってなんだ？魔王のことかな？どんな受け答えしたの？ま、上なら知ってるってことかな。ま、一応知らない手でいこうか。魔王さんのやつ、魔王さんってなんだ？なんでさん付けすんだよ。昔、魔王が、あれしたじゃん。あれって何？何をしたんだよ。あれ、みんな、コミュ障になるやつ。あ、なるほど。だからみんなこれコミュ障になってんのか。コミュ障になる呪いってこと？どんな呪いだ？だから、魔王、勇者もずっと黙ってんな。かわいさすぎるだ、王様。もう動ける？あ、動けんかい。なんかアイテムとか何もないよね。オッケー、スキルも、スパークとヒールだっけ。オッケーです。とりあえず話聞いていこうか。え？なんで？そんな驚かれるか。頑張って。そこいつは？魔王。何が言いたい？あ、そういえば、待って。ここにいたはずの王様消えた。え、あいつどこ行ったんだ？こいつは？なんか喋れ。何も喋んないのが一番怖いんだって。何？なんだ？見ないって。すごい、なんか結構みんな深刻だな。あ、はい。え？え？ってなんだよ。どういうこと？とりあえずこっちとか、全部塞がれてんね、まさかの。どこにも行けないや。とりあえずまっすぐ行けばいいのかな？ってなんだ。せめてなんか門とか家。なんもないのか、この周りはとりあえず。さっき行こう。町、オッケー、町は分かった。ナイスだ。なんだ、誰か来た。なんだ、女の子？なんだ？お母さん、薬草。なんかお母さん病気で薬草が必要ってことかな多分。
なんで俺こんな汲み取らなくちゃいけねえんだ。え、あ、だからお母さん薬草、何、薬草が欲しいのか、なんだ。もういい、あ、もう諦めちゃったよ。早いって諦めるのか。もうこいつもずっと黙ってるしな、なんなんだよ。仲間を、なんだ仲間を。あ、勇者さん、どうも。なんだ、仲間をどうするんだ俺。この看板は？ここは笑顔と人で賑わう城下町。ここに訪れた人はみんな元気になるのさ。ほら、これを読んでる君もいつの間にか笑顔。なんかすごい、なんか今までの登場キャラクターと全然違いすぎて逆に困る。まずこの家入ってみるか。お、狭いね家。こいつ何？ちょっと強そうだけどな。仲間になってくれるとかそういうことかな？なんだ？ひらめいて？愛を伝えて？無理。あ、なんか今仲間に勧誘したとかそういうことかな？もうずっと勇者。なんで？でも勇者、こいつら会話しねえな。勇者、いる。上に。上？二階ってこと？天空？天空？何？どこ？どこに行けばいいの？行け。え？天空？何の話だ？とりあえずは、なんか調べられそうなところ。こっちかな？あ、ここはなんか、買い物屋さん、なんか買えるのかな？薬草。あ、初めて喋った。え？なんだって？いや、薬草ぐらい買わせろ。薬草って言ったんだから、おばあちゃん。ちょっと買わせ、買わせてくれないのか。マジか。まあ、とりあえずちょっと別のところ行くか。あとは何があんだ？こっちの方は何もなさそう。ダメ。何がダメなの？何がダメなの？あ、行くなってことか。なるほど、そういうことね。お前ら、なんかせめて説明してくれ。何がダメなのかをちょっと説明してくれ。どっちから言うんだ？こっちか？あ、こっちか。森。なんだ、森って。ガチの森だな、そして。どこに向かえばいいんだ？なんだ？え？タピオカボーイとタピオカガール。何これ、どういうこと、どういうこと、なんでこんな奴らが出てくるの。とりあえず攻撃でいいよね。おー、そうそう、一発会心の刺激でとか、それはラッキーだな。え、ちょっと強いな。そして相手ちょっと強いぞ。レベル3、一気に上がったね。とりあえずまっすぐ進めばいい。あ、ま、迷いの、なんだ、迷いの森ってこと。この辺登れたりはしないか。おっと、いきなり分かれ道、どっち行けばいいんだ。キョロジュ。キョロジュって何？キョロキョロしてリア充ってこと？勇者は先手を取った？何これ。とりあえずまあ普通に攻撃して 4?4? え？なんか4しか当たんないの。え、ちょっと待って。え、なんか怖い。魔法使ってみる。スパーク。どうだ。あー、よかった。倒したー。怖っ。4しか効かなかったぞ、今。とりあえずこっち行ってみる？合ってんの？下か上かがあったけど。うわ、どっち行けばいいの。上行ってみるか。なんだ、強い陽キャ。確かに強そうな、ドキュン系だな、こいつは。とりあえず攻撃でいいよな。103。270。え、ちょっと強くないで。大丈夫か？危ねえ、2発で倒すのか。レベル4。どんどん上がっていくね。とりあえずセーブだけはしっかりしとこう。え、上行ってみるか、とりあえず。こっちの方行けば何かがあるとか？うわ、どっち？こっちか？どこに行けばいいんだ俺。うわ、なんか合ってんのかすらもわかんねえ。あー、なんか出てきた。また強い陽キャ出すぎだって。よしよしよし。とりあえず普通には勝てるな。ただこれ結構迷いの森って書いてあったからさ。何？おい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 、陽キャとタピオカボーイ、タピオカガール、陽キャかっこサマーフォルム。サマーフォルムってなんだよ。ただサーフィンしてる人だけじゃねえか。よし、まあ、とりあえず、まあ、攻撃、陽キャから攻撃していくか。あ、陽キャはワンパンなんだ。なるほど。どうなんだ、さっきタピオカガールとタピオカボーイは一発ずつで倒したもんな、確か。あれ、2発だっけ。陽キャのサマーフォルムどんぐらい倒せんだ。あ、一発じゃねえ、まさかの。マジか。ちょっと3人攻撃きついな。陽キャのサマーフォルムからとりあえず倒すか。よし。いや、陽キャのサマーフォルム結構しんどいぞ。タピオカボーイを倒す。ダメージ与えらんない。くっそ。マジか。これ意外としんどいぞ。よし、もう一回。オッケー。やっと倒した。とりあえずこの先進めばいい？
ってるのかこれマジで。これマジで迷いの森になってんな。とりあえずこの先進んでくでいいんだよね。もう、これ本当に合ってる？お？なんか来た。村？村だ。ちょっと回復欲しいけどな。どこか、なんだ？来るなー！なんで？なんでいきなり？そんな気を切られるか？こっちは？おじさんがいる。ぐわー！なんかさっきの城下町よりもひどくないか？入ってこないで。なるほど、もう人とのコミュニケーションすらも拒むと。そういうことか。みんなし、こい、なんだ、こいつ。急な、なんだろう。コミジオというよりか、ただのクソガキじゃねえのか。ここも入んないで、待って、この村はもしかして全部入れないのか？樽とかあるけど何も入れないしな。犬がいい。なんで？ここも入れない。犬は何なんだ？あ、わ、ワン。名前どれだ？犬か鶏かどっちかにしてくれ。あ、なんだ？あ、もしかして今の。あ、回復してくれてめっちゃ便利。お前回復要員だったんかい。そこはびっくりだわ。さあ、これは入ってこないで。やっぱり入ってこないでとか。やば、全部に拒否られるんだけど俺。全住民から嫌われてるってこと。で、あとこの道何？滝に続いてるけど。何もないか。こっち行くと猫ちゃんと超高速移動してる夫人がいますけど、とりあえずこっちから聞く。にゃー、だからどれだお前は。お前も回復かい。回復多い。回復多いな。この家はなんか村長の家みたいだけど、ここもダメか。どうなってんだよ、この村マスで。あ、こっちに来てる。ちょっとこれ、話聞けるかな。よいしょ、よいしょ。私この辺で待っとくか。ここで待っとけば絶対話しかけれるでしょ。来い、来い。全然来ない。あ、今ここ。今ここ。よし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 。で、徐々に追い詰めて話を聞く。あ、行かせね、行かせね。よし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 、来た来た来た。サマンサタバサ、何の話だ。サバタサンマサ。ふふ。何が言いてんだお前は。あとは、こっちは教会か？入ってこないで。何？何がしたいんだお前らは。こいつは何？あら、勇者様ですね。ごきげんよう、読みづら。なんでそんな定型文みたいな喋り方しかできないんだ。勇者も黙ってんじゃねえ。私はプリティキュアンと言います。村のみんなからはキュアプリンセスと呼ばれております。以後お見知りおきを、まあ勇者様と話すのなんて今後二度とないでしょうがね。読みづれ。まだ続く、もしかしてこれ。きついきついきつい。ええ、知っております。魔王を討伐に出かけるのですね。キュアプリンセス、わかってます。ところで勇者様は、プリキュアで、どのシリーズが一番好きですか？私はやはり初代であり、原点でもある、二人はプリキュアを推したいですね。やはり、あのダイナミックなバトルシーンは、私の心に来るわけですよ。何の話をしてんだ、こいつ、マジで。まだ続くか。ちょっときついぞ。目も疲れてきた。おっといけない。つい、プリキュア談義に花を咲かせてしまいました。これが私の悪い癖。次した、今日です。さて、本題に入るわけですが、私は実はここ訪れたお客様を天空の町まで連れて行く役割を退任されておりまして。ああ、これやっと天空行けんのか。ちょっとね、マジで目が痛い、本当に。まだ続くのね。私は実はここ訪れたお客様を天空の町まで連れて行く役割を退任されておりまして。どうやってそんなところまで運ぶのか。おっと、それは聞かない約束ですよ。もし魔王討伐できたら、またプリキュア討論を繰り広げたいものですな。やっと終わった。やっと終わった。滝のところまで行けってことね。それはちょっと待って、一旦セーブしんどすぎる。これは墓だけど何もないのか、とりあえず。じゃあ、とりあえず、あそこ行くか。こっちだよね。まあ、ここだったんだよね、やっぱね。なんか不思議な場所だなと思ったけど。さあ、あいつが来るのかな？やべ、またこいつと会話すんのか。きつい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 。あら、勇者様。ご機嫌うるわしくてなみより、私はプリティキュアミン、私はプリティキュアン。みんなからはキュアプリンセスと、この話2度目ですね。しっけいしっけい。もう早く連れてってくれ、頼むから。ちょっとしんどいぞマジで。目痛い。さあ勇者様、早速ですが天空の町でもお連れいたします。死にたくなければ歯を食いしばってくださいね。
そんなことすんの？え、どうやって行くの？では、無限の彼方へ。さあ行けー。急なトイストーリー出てきたぞ。あー、何？なんで殴られた？わけがわかんない。あ、お城。じゃなくて、じゃねえんだよ。ちげえだろ、お城じゃねえだろ。いた。初めて喋った。初めてか？待って、こいつが喋るの初めてなのかわかんなくなっちゃった。あいつの話聞くだけで相当時間食ったんだけど。とりあえず、なんだこっちは。なんだ。左、上、右。ん？わけがわかんない。これ、とりあえず勇者の家なのかな？この家が。え？勇者？あれ、王様？なんでここにいんの？それなら、ここ、まっすぐは。もう一度聞くか？もう一応、もう一回聞いとく？もういいや。待って、間違えた。もういいです。評価。妙を倒ほう、ひゃひゃひゃ。もう全員どうなってんの？もうコミュ障ってレベルじゃないんだけども。コミュニケーションができないんだけど。働かないと。食費稼がないと。天空の街でも一応そんな感じなんだね。で、ここにあるのは？なんか誰かいる？は？鶏じゃないけど、どういうこと？こいつ。わけがわかんない。ここもかよ。ここも入っちゃいけねえのかよ。こっちは。ここもダメなの。何のためだ、ね、じゃあこの施設。あとはこっち側か。これなんだ？ここも入ってこないで、こっちは？入れない場所多くない？ランドセルは、何？なんで二人とも黙んだよ。ここも入、え？待って入れないの？ちょっとお前邪魔。オッケー。ん？勇者の家は？これなんだ？なんもないのか。勇者の家、ちょっとね、これ。とりあえずこの通りにちょっと歩いてみる？左、上、左、上。あ？え？じゃあね、わけがわからん。じゃあね、一回。左、上、2回、左、2回、上、1回、左、2回、上、1回、左、上。意味がわからん。とりあえずこっちの方なのか？もうどういうこと？ん？なんだ？はい。誰ですか？なんだこいつ。あ、ゆうたの。ゆうた、お友達が来てるわれよ。ゆうた？誰だ？あ、勇者か？これ本物の。誰？俺の友達って。これ勇者か？誰だよ？お前ま、喋れ、いい加減。まさか、魔王を倒してほしいとか、そういう系か？俺、やんねえかな？勇者とか、肩書きだけだし。じゃあな。なんか戻らされた。なんで？え？戻ってきてる？なんで？で、またなんでそこに王様いんの？え？これなんで戻された？はい、これ。何？金か？もしかして。金を渡したんか、お前。それ、魔王の城への、あれってなんだ？あれがわかんねえんだよ。ん？何渡されたの？なんで来た？もう、なんて言ったんだ。ナレーションもわけがわからん。で、何もらった、俺。アイテム？大事なもの？何ももらってねえ。え？何ももらってなくね？え？え、俺、勇者、痛い。なんか、そこだけ急に毒の要素が入ってくるとは思わんかった。痛い。これどうすればいいんだ？突き抜けるか。こう。あ、もうここはもうまっすぐ行くしかないな。こうか。え、マジで何この毒の部分は。とりあえず入るか。もういや。諦めちゃったよ。魔王城もちょっと迷路みたいになってるのかな？これ何？踏むとなんか起きるわけではないか。おそら防具とか何も持ってないけど大丈夫かな？なんだ？うわ、ここにも妖怪いんのかよ。よし、倒さー。じゃあ次。これ何？調べらんないのか、これも。待って、とりあえず、多分ね、会えば会うほどね、やばい。なんかこれ、魔王前体力持つかな？持たない可能性すら出てる。ちょっと急ぎで行こうか。これ何？なんもないんか。
魔王どこにいんだあいつ。なんかすげえまがまがしい武器庫かこれは、いわゆる。あーまた散った、キョロ銃だ。よし、でこっちはこれ何、これは一体何なんだ、一体関係あんのかな、関係ないのか。おい待って、一周してきた、あ違うわ、びっくりした、そういうことか、最初の場所に戻ってきたんか。よし倒した。じゃあ次こっちだね。いやあの看板は、この看板は何も読めないのか、何今のなんか今なんか今ちょっとだけダメージ受けたな。まあ行こうか。さあこいつらまだ来るね。さあもうなんだかんだレベル7まで上がっちゃったね。これ体力回復した方がいいかな、どうなんだろう。一旦セーブはしたから、これまっすぐでいいよな多分。ウェーイ、見ろよ、コミュ障勇者様の、お出ましたー。なんだめっちゃウェイウェイ系がなんか、ウェーイ、たとえ勇者だろうとコミュ障じゃ俺らにかなわねえぜ。いいんけども、おとなしく引きこもってやがれ。なんだそいつら、あっやべ、強いお客さんに来た。まずいこれは、一人相手すんのね結構しんどいのに、ちょっと意外と強いんだよなこいつらな。しかも一人当たりちゃんと2回攻撃しないといけないから、まずいこれ負けるんじゃね。ちょっと一旦魔法でさヒールするか。どんぐらい回復する、あんま回復しない、245しか回復しないの。攻撃でよしよし、あと一体あと一体、いやでもちょっとギリギリか。おお最後会心の一撃、素晴らしすぎる、これはマジナイス。であとこの猫だよな、この猫多分回復要因なんじゃないかな、あんまり動きたくないっていうのが俺の気持ちではあるけど、こいつに話しかけないと始まんないな。体力回復、体力回復、体力回復させて。くっそ待って、強い妖怪出てきちゃった、まずい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 よね、そうですよね、ごめんなさい。それセーブはしてたから大丈夫だな、あとはこいつに回復させてもらえれば俺は安泰。話させて話させて、猫ちゃん多分お前回復なんだろうどうせ。待って、今猫いいところにいる、今猫いいところにいるぞ、すぐよしよしよし、来た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 、ここにいれば猫が、ちょっと、ね、こう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 よ、こうすることによって猫に話しかけができるんじゃない。来た、よっしゃやっと来た、回復かなこれ、回復かな、来た、回復した、全回復した、よかった。あぶねえ危ねえ、今でセーブして、え、この先行けんのか俺、行けた、もう喋んなくなっちゃったナレーションも。この先何があんだ、クマのぬいぐるみ、なんでさあ、どんな妖怪がと思ったら普通の魔王だな。クックック、よくぞここまでたどり着いた勇者よ、だが今日でお前の人生も終わりだ、ここがお前の墓場となるのだからな。相変わらず喋んねえな、最終決戦ぐらい喋れ。え、あ、んなんだ、魔王ももしかしてコミュ障とか言うなよ、お前がかけた呪いなんだからな。ん？二人とも黙って。魔王、どうした？勇者？魔王、どうした？え、何？なんで今攻撃したの？ちょっと。わけがわかんないからやめて。よし、とりあえず、攻撃でいいよな。普通に、793は強い。魔王は、じゃあ、スパークのタイプだ、こいつ、多分。どんぐらい効く？よしよしよし、いいねいいねいいね、魔法だ、もう一回。ちょっと790はきついな、一発。900？ ちょっとどんどん強くなって、相手。29。これ、巻き火なのか、もしかして。ちょっと強い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 。おっと、倒すんかい。普通に倒せんのかい。勇者レベル8になったぞ。いた。ごめんなさい。私も、コミュ障なんです。やっぱお前もだったんだ。もともとは、勇者、だったんです。もともとは勇者？何言ってんだ？でも、コミュ障だから、馬鹿にされて、だから、魔王になって、全員、コミュ障にしてやったんだぜ。やっはーって感じなんです。はい、そういうこと？まさかの勇者、闇落ち展開？そんなことある？いや、殺さないでください。私の気持ち、あなたにもわかる。だから、お願い。改心して、また、勇者になり
まず、慣れる？慣れるか？頑張れ。そうだな。そういう心意気は大事だぞ。だから、助けて。助けんのか、こいつは。この勇者はどうするんだ、一体。おい、もう一択じゃねえか。これしか用意してねえじゃねえかよ。まあ、行くか。もう、慈悲な。え、痛い。ひどい。どうなるんだ、これは。倒して。あ、ナレーションか、こいつ。よし、今度こそ成功させるぞ。なんだ？何を成功させるの？すー、はー。なんだ？何を言っていいんだ？ゆっくりでいいぞ。頑張れ。魔王、死にました。死にました。ドストレートだな、表現が。言えた。そうだな、頑張って言ったな。え、まだ話すことがある？聞いてないです。これ言ったらその分、給料増えるんですか？その給料しか気にしない姿勢、俺は好きだぜ。え、増えない？これも仕事の範疇？かわいそうだな。こいつ頑張れ。もうちょい頑張れ。あと少しだから。もうやだ。この仕事。こんな大変な仕事なのに、給料安いし、家出して食いつなぐために仕方なく続けてるけど、早く転職したーい。ね、あなたもそう思いません。なんだ？あー、ごめんなさい。私ったら、お客さんに対してこんな言葉遣いを。あ、そっか、俺お客さんなのか。そりゃそうだよな。え、その後どうなったのか知りたい？そんなに知りたいですか？私はこのゲーム、クソゲーだと思いますけど、そこまで興味があるなら、頑張ります。すー、はー。あ、魔王が死んでですね、コミュ障の呪いも消えて、世界はまた平和になったんです。ってことは、お前もともとのコミュ障だな。ちょっと悲しいけど、そういうことだよな。でも、一人だけ呪いから解放されない人がいたんです。その人は元からコミュ障だったんです。あ、これもしかして俺の勇者の話か？さっきまで使ってた勇者の話かな？その人はですね、コミュ障をバカにされて、で、自分以外の人をみんなコミュ障にするため、あ、これさっきの魔王の話か？魔王になりました。お前かい！ふふふ。お前なのか。お前が唯一、この世界で唯一のコミュ障だったわけだな。新たな魔王の誕生ってか。あ、終わった。制作未来人様、ありがとうございました。未来人って名前すごいな。元々のコミュ障が勇者一人っていうのがめちゃくちゃ面白いな。かわいさすぎやけんな、前の勇者だとしたら。ふぅ、仕事完了。さーて。帰ったら夕飯作ろうと。あ、これはナレーションの後の話かな？この子は普通なのか、じゃあ。え、母さん、それにお父さんも。なんでこんなところに？もう、帰ってきたんか？え、私の家出を心配したディレクターさんが連絡した？一緒に帰ろう。あ、仲良くなってる。でも、お父さんもお母さんも、全然家のこと考えてないじゃん。私がいつもどれだけ苦労してるのか知らないでしょ？ちゃんと言えてる。え、これからはちゃんと働くし、家事も任せきりにしない？家族3人で暮らしていこう。この家庭は救われた。もうバカ。もっと早くその言葉が聞きたかったよ。うん、約束ね。破ったら承知しないんだから。あ、なんかめっちゃこの子ハッピーエンドになってる。あ、あはは。出したら、またやっちゃった。スイッチ切るの忘れてた。また聞かれちゃったかな。それじゃあ、スイッチ、オフ。めっちゃ良かったな、普通に。はい。というわけで、今回、こちらのコミュ障 RPG、こちらのゲームやってきました。いやー、まさか、兵士とかも村人とか全部コミュ障だったの、全部呪いのせいだったんですね。で、しかも第二の魔王が、勇者から生まれてしまうと、最悪な展開だな。
というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。